謎に満ち溢れた人類未踏の地、地底世界。その未知なる存在に私たちは古来より魅了されてきました。各地に伝わる神話の数々には必ずと言っていいほど登場する不思議な世界です。地底世界など空想だと頭ごなしに否定することは簡単でしょう。しかし地底世界が本当に空想上の存在なのであれば、なぜ世界各地で共通してその概念を作り出し、神話や伝承として後世まで伝えることができたのでしょう。今日まで科学者たちは地球の地下構造について日々研究を進めてきました。地底世界の存在は科学的に証明ができるのでしょうか。実は地球内部は未だ解き明かせない謎だらけなのです。こんにちは、Mちゃんです。今回は幻の地底世界が存在する可能性について科学的に解き明かしていきます。まずは過去の天才たちが発表してきた地底世界にまつわる学説について順に歴史を追って見ていきましょう。地球空洞説とは、この地球が中身の詰まった球体ではなく、内側に空間があり、そこには別の世界が広がっているという説です。この地球空洞説を初めに唱えたのは17世紀イギリスの天文学者エドモンド・ハレーでした。彼はハレー彗星の軌道計算をはじめ、貿易風に関する論文や地図を発表するなど、数多くの科学的業績を残している人物です。ハレーは地球内部には一つの中心核があり、その周りには2層の中核が空気を隔てて浮かんでいると考えます。そしてそれぞれの殻が異なる速度で自転していると主張しました。その数年後、スイスの数学者レオンハルト・オイラーが新たな仮説を発表します。オイラーは解析学をはじめとした幅広い分野に長け、その多くの功績と多大な影響力から19世紀における数学界の二大巨人と呼ばれる人物です。彼は地球内部には高度な文明があり、その中心には直径 1000km ほどの一つの太陽があると主張しました。彼らに続くその後も多くの学者たちが様々な地球空洞説を熱心に唱え、中には自ら北極探検を計画する者まで現れました。しかしこうした地球空洞説は科学の発展とともに根拠を失い衰退していきます。地球空洞説は現時点では疑似科学、つまり見かけは科学らしく見えるが実証も反証もできないため科学と言えないものとして分類されています。現在の科学では、地球内部には球状の層が幾重にも積み重なっているとされています。地球の表面30-70km を薄皮のように覆っている地殻、地上から35-2900km に存在するマントル、地上から2900-6400km に存在するコア。実際に目で見ることができない地球の内部を人は反射法と呼ばれる方法で観測しました。反射法とは人工地震を起こし地球内部で反射させた揺れの伝わり方を測定する方法です。簡単に言えば、スイカを手で叩いたその音で中の熟れ具合がわかる原理と同じです。こうした技術により地球の内部構造を正確に把握することができるようになったのです。それでは地底世界が存在する可能性というのは 0% なのでしょうか。実はそう言い切ることはできません。その存在を否定しきるには、私たち人類は地球について知っていることがあまりにも少なすぎるのです。科学が日々進展し、私たちはもうすでに多くのことを知っていると錯覚してしまいそうになりますが、私たちの住むこの地球という星がいかに謎だらけなものであるかをご説明しましょう。まずは地球の表面の約 71% を占める海洋。これまでの調査によって正確な地図が作られているのは全体のわずか 15% にしかなりません。地下についてもまだまだわからないことばかりです。2011年、
世界で2番目の長さを誇るアマゾン川の地下を調査した結果、地下約4キロメートルにアマゾン川を上回る巨大な地下水脈が見つかりました。これほどまでに大きな水脈が21世紀になるまで発見されずにいたのです。2018年には地下5キロメートルに巨大な生物圏が発見されました。世界52カ国1000名以上の研究者で構成される深部探査観測所から驚くべき報告が上がっています。見つかった生物圏から採取した微生物を調査した結果、地球の深部にある生物圏の大きさは海のおよそ2倍にもなるというのです。さらにとてつもなく高温なイメージのある地球内部の温度、科学では地球の中心に向けて6000度にまで上るとされていますが、これはあくまで予想に過ぎず、実際のところはまだ分かっていません。また核の外側にあるマントルについては固体であり流動していることまでは分かっていますが、どの程度の粘り気がありどのぐらいのスピードで動いているのかなど、具体的なことは未だ解明されていません。地球の中心までの距離は 6400km あり、そのうち人類がドリルで掘り進めることができたのはたったの 12km です。その位置は地殻という表の層にあたりますが、それは地球から見れば薄皮程度にしかならず、それすらも超えることができないのです。この世界で最も深い穴は1989年にソ連が到達しました。掘削開始から約20年もの歳月をかけた国家プロジェクトでした。当初の計画では深度 15km まで掘り進める予定でしたが、 12km 地点で予想を超えた地温180度に遭遇し、あまりの高温にドリルが機能しなくなったため採掘は断念されてしまいます。しかしこの調査は地球の地殻組織についての従来の説を根底から覆しました。当時大陸の地下は地上とほぼ同じ構造で、玄武岩質の層の上に花崗岩質の層が重なっており、その境界は深度 7km 地点にあるだろうと思われていました。しかし実際にはいくら掘っても花崗岩質の岩しか見つからなかったのです。さらに従来常識だと思われていた地下の温度にも大きな相違があることが分かり、教科書に書いてあった内容は完全に覆ってしまいます。調査をすればするほど謎が深まるばかり。人類未踏の地底には今なお数えきれないほどの秘密が隠されているのです。フランスの小説家ジュール・ヴェルヌが書いた地底旅行、地底世界を探すリーデンブロック教授は旅の最中にこう語っています。いいかね、科学というものは誤りからできているものなんだよ。と言ってもそれは犯してもいい誤りなのさ。そうした誤りのおかげで徐々に真理に導かれるのだから。現代の科学ではまだ地底世界の存在を確認するまでには至っていません。今後の研究の発展を望まずにはいられませんね。ところで近代の歴史において地底世界に迷い込んでしまったという人物はこれまでに複数名存在します。彼らの奇妙な体験談は物語になったり、あるいはその存在自体が政府によって隠蔽されたりしました。しかし時を経て隠された地底世界にまつわる極秘の情報は世界に向けて暴露されることとなるのです。そのお話はまた次回の動画のお楽しみにしましょう。このチャンネルでは世界に存在する不思議や都市伝説、神話などをご紹介します。この世の解明されていない謎に興味がある人は今すぐチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。